さあ攻守の方向を入れ替えまして、これより第2クォーターに移ります。今度は合同チームは画面向かって左から右に攻める形に変わります。合同チーム自陣48ヤードからセカンドダウン9。さあランプレーを投入しました。何枠4番にハンドオフし、4番はそこから左にカットバック。この判断よく約4ヤードのゲインとなっています。失礼しました、約5ヤードのゲインとなっています。合同チーム相手陣に入って45ヤードからサードダウン2。さあ2ヤードの攻防を注目しましょう。ここもランプレーでトップを図りましたが、ここでクォーターバックランニングバックが接触しまして、そこでスローダウン。結果的にこのランプレーは2ヤードロスという形に終わりました。合同チームフォースダウンに変わります。このあたりが合同チームコミュニケーション、そしてアサイメントの難しさを証明しているところでもあります。合同チームフォースダウン4パントフォーメーション、パンターは1番が入っております。これも転がりよく右サイドライン際を駆け上がるようにボールが転がりまして、星稜高校陣16ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。失礼しました、11ヤード付近で外へ出ておりました。さあだいぶ押し込まれる形に陣地的にはなっておりますが、星稜高校自陣11ヤードからファーストダウン10。パス成功。さあまずパスプレーから入ります。右に展開した22番にパスを投じました。22番キャッチしましたが、この時に膝をつきましたので、ここでプレー終了しております。ゲインは約3ヤード。パスを取りました星稜高校22番は浅羽清新中学校出身の2年生です。星稜高校セカンドダウン7。さあ今度はランプレー。さあセカンドエフォートでかなり前進しましたが、判定はどうでしょうか。攻撃権更新となりました。星稜高校ファーストダウン。中央へのランプレーを選択しまして、キャリア8番中央突破、タックルを受けましたがセカンドエフォートで見事攻撃権更新です。星稜高校8番は納め清新中学校出身の2年生です。さあ星稜高校ファーストダウン点に入っています。さあ判定はどうか。パス不成功。ここで奥に走り込んだ87番にパスを投じました。87番カワー振りほどきキャッチ試みましたが、しかしボールを確保できず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。ユッキー様、合同チーム頑張れ、ナイスパント、メッセージ。これはチームに対して非常に大きなエールになると思います。ブラックボックス様、この中から加納翔平や 松井理央などの選手が出てきてほしいというメッセージ、これも選手たちの切なる願いでもあるでしょう。さあここでランプレーを選択しました。
ハンドオフをフェイクし、クォーターバック自らが左オープンにキープ。左オープン突破を図りましたが、しかしこのランプレーによるゲインはほとんどありません。サードダウンに変わります。さあランプレーから打開を図らんとしましたが、しかし星稜高校サードダウン10の状況を果たしてどのようにして打開するでしょうか。さあパスプレイに行ったクォーターバック35番、右に展開した22番にパスを通しましたが、しかしわずかに失礼しました、パス不成功となっております。キャッチしたかに見えましたがパス確保なりませんでした。フォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。このパントはハーフウェイ付近でボールデッドとなりましたので、この位置で攻守交代となります。さあ互いに随所でプレーは見せておりますが、しかし突破口を見えておりません。どちらがこの状況を打開するでしょうか。攻撃権は合同チームに移っております。合同チーム自陣48ヤードからのファーストダウン。クォーターバック11番スナップを、受け損ね自らボールをこぼしましたが、そこを総力で突破を図りました。結果的に約2ヤードのゲインとなっています。見事な総力を発揮しましたのは県立三木高等学校のクォーターバック11番の井上、別所中学校出身の2年生。合同チームハーフウェイからセカンドダウン8。今度はドロープレー、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。審判団から黄色いウエスがフィールドに落とされますと反則発生を意味します。この反則どちらにあったか、まもなく審判団からコールされます。先ほどのプレーレイトヒット、プレーが終わった後にヒットするという反則をディフェンスが犯しました。このプレーは非常に危険な行為のため重大な反則として扱われます。反則が発生した地点から15ヤードの罰則、従いましてオフェンスチーム15ヤード前進し、自動的に攻撃権更新、ファーストダウンとなります。ここでウォーターブレイクに入ります。さあ膠着状態まだ続きますが、先ほど最終このウォーターブレイクの前の段階で大きな反則がありました。
これが一つの転機となるでしょうか。さあウォーターブレイク解けます。まもなく試合再開となります。合同チーム相手陣31ヤードからのファーストダウン10。ここで合同チームはパスプレーによる突破を図らんとしましたが、そのパスを取ったのは星稜高校86番。インターセプトをしまして大きくリターン、攻撃権をダッシュすることに成功しました。ターンオーバー、攻守交代です。見事インターセプトし攻撃権を奪いましたのは星稜高校86番の前野、塩谷中学校出身の1年生です。さあ攻撃権変わりまして、今度は星稜高校の攻撃になります。窮地を出しまして、さあここから攻撃で突破口を図ることができるでしょうか。ここで星稜高校前半2回目のタイムアウトを取ります。先ほど最初にありましたタイムアウトも星稜高校だったようです。本日は審判にアナウンスマイクがありませんので、審判のシグナルをできる限り確認しながら配信をさせていただきたいと思います。ゴータ様、克実がいる六甲は強い、頑張れということ、コメントありがとうございます。あ、監督であります畑原監督のことを指していらっしゃるんですね。長年チームを率いていらっしゃいまして、六甲学院非常に面白くそして魅力的なチームになっております。今回は合同チームという形で参戦ですが、またそのさまざまな形のアイデアフットボールを見せていただきたいと思います。失礼しました。攻撃権は合同チームとなっています。先ほどのインターセプトそのものがどうやら功を成していなかったようです。反則あった模様です。さあしかしここでトラブル発生。ターンオーバー、攻守交代。今度こそターンオーバーです。先ほどのプレーで合同チームスナップにトラブル発生し、クォーターバックボールを大きく後逸しました。なんとかこれを確保しようとしましたが、結果的には星稜高校が抑えまして攻守交代となります。星稜高校攻撃権ダッシュしまして攻撃権獲得しました。
さあ今度こそ攻撃を終えましての星稜高校の自陣39ヤードからの攻撃になります。星稜高校ファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。これここで星稜高校はパスプレーを選択しましたが、それを取りましたのは合同チーム7番。インターセプトをやり返す形で攻撃権を再奪取しました。ターンオーバー、攻撃権は合同チームに変わります。鮮やかにインターセプトを決めたのは鮮やかに攻撃権を奪い取りましたのは市立西宮高等学校の7番西原、川原木中学校出身の2年生です。さあ取り返しまして合同チーム自陣49ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。ランニングバック4番ハンドオフを託されまして左オープンを展開、スピードでまくりまして約2ヤードのゲイン、1ヤードのゲインとなっています。キャリア4番は市立西宮高等学校の有本、苦楽園中学校出身の1年生、前節の宝塚東高等学校戦でも孤軍奮闘活躍しておりました。パス不成功。今度は左側に展開したレシーバーへのパスを投じましたが、あわやインターセプトという可能性がありましたが、結果的にはパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに合同チーム変わります。合同チームハーフウェイからサードダウン9。ここでドロープレーを展開しました。パスに仕掛けたランプレーでキャリア98番の総力にかけましたが、しかしこれは星稜高校を抑えましてフォースダウンと変わります。合同チームフォースダウン11、パントフォーメーションを選択。星稜リターンに入った。ハーフウェイ付近まで返しまして、この位置からの攻撃を得ます。攻撃権は星稜高校に変わります。果敢にこのリターンをしましたのは星稜高校のパントリターナー22番、朝葉清新中学校出身の2年生です。攻撃権変わります。星稜高校の攻撃、ここでホイッスル。現在チェーンにトラブル発生しておりますので、ここでレフリータイムアウトが入っています。試合再開です。
星稜高校ハーフウェイからファーストダウン10、前半残り時間は1分50秒。判定はわずかに届いておりません。しかしビッグプレーインターセプターのはここで星稜高校はパスプレーを投じましたが、そのパスを取りましたのは合同チーム21番。一気に相手を振り解きエンドゾーンを落としエンドしましたが、ギリギリのところで止められました。しかし相手陣1ヤードまで返すビッグプレー、合同チームターンオーバーで攻撃権獲得です。素晴らしいインターセプトリターンを決めましたのは県立三木高等学校21番のフランシス、八代中学校出身の1年生です。1年生ながら身長184センチ、90-91キロという素晴らしい体格を生かした見事なビッグプレーでした。ここで合同チーム後半1回目のタイムアウトを取ります。さあこのビッグチャンスを果たして合同チーム生かすことができるでしょうか。そのためにもまず全員にその意思を確認し統一するためにタイムアウトを取りました。さあ試合再開です。合同チーム相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール、攻撃権4回でこの1ヤード獲得を狙います。さあ中央へ大体タッチダウン。ここでランニングバックに入った21番にボールを託し、21番飛び込みましてエンドゾーンに入ってタッチダウン。合同チーム6点獲得となりました。見事タッチダウンを挙げましたのは合同チーム21番、県立三木高等学校のフランシス、八代中学校出身の1年生です。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイント、キックによる1点を狙います。キック成功、1点追加、合同チーム7点、県立星稜高等学校0点。まず合同チームが先制する形となりました。膠着状態にあったこの試合ですが、ここで合同チームの三木高等学校フランシスが素晴らしいプレーを決めまして、先制のタッチダウンを挙げた形に成功しました。アメリカンフットボール得点パターンは大きく分けると2通り。プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴール、エンドゾーンに持ち込むタッチダウンです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点入ります。これにより引き分けが遅れにくい得点構造になっています。さあそしてその得点を挙げた合同チームのキックオフで試合再開。さあ星稜どこまで返すか。
右オープンを展開しまして、リターナー8番自陣35ヤード付近を確保しました。この位置から星稜高校反撃に入ります。さあ、思わぬ形で失点をしました星稜高校。この残り時間1分20秒でその状況を同点に追いつくことができるでしょうか。星稜高校自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ、まずランプレーを投入しました。キャリア8番ハンドオフを受けまして右オフタクロ突破、約5ヤードのゲイン。キャリア8番は納め、清新中学校出身の2年生。ランプレーです。ランプレーで中でボールを持った選手が倒れた場合は時計が回り続けます。星稜高校セカンドダウン5、ボールオン自陣40ヤード。さあ、再びランプレー、これもナイスラン、ファーストダウン。再びランニングバック納めに持たせまして右オフタクロ突破、攻撃権更新です。星稜高校ファーストダウン。ここでホイッスル。失礼しました、プレー再開のホイッスルでした。時計は現在回っております。ボールオンハーフウェイで星稜高校ファーストダウン10。パス不成功。ここで奥に走り込んだワイドレシーバーへのロングパスを投じました星稜高校。しかしこれは合同チームパスカバーよく、パス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。星稜高校セカンドダウン10。さあ、ランプレーを投入した。キャリア8番右オープンを展開しましたが、ここでホイッスル。前半終了となりました。前半終了となりまして、星稜高等学校0点、3校合同チーム7点、合同チームが7点リードする形で前半戦終了となります。